大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、それがキックオフサンイン。鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げます。さあ今週も始まりました、キックオフサイン。ナビゲーターの岡村翔子です。この番組はガイナーレ鳥取をはじめ、サインのサッカーにまつわるさまざまな話題をお届けする地域密着型サッカー応援番組です。それではまずはこちらです。ハイライト2024明治安田 J3 リーグ第36節、ガイナーレ鳥取はアクシスバードスタジアムで FC 今治と対戦しました。スターティングメンバーはこちら。前節との変更は2人、ボランチに曽我と高柳が入りました。プレーオフに進むためには勝つしかないガイナーレ、一方の今治はこの試合に勝てば J2 昇格が決まります。モスキオンワンタッチ、坂戸倒れて PK。 4分50秒過ぎたところ、開始早々 PK を与えてしまったガイナーレ。右隅だ、今治が一歩前に出た。0対1、 J2 昇格へ向けてビニシウス PK を冷静に沈めてみせました。エースが先制点をゲットしました今治。前半28分、ガイナーレのコーナーキック、遠いサイド、二階堂飛ぶ、落として後ろから右のシュート、その後交戦だ、松木打てるか、打てない。抜きの左足、二階堂が飛んだ後でした。三木のシュート、これ松木シュートしたんですが、その後です。加藤はなんとか外に、加藤純也が足を出していきました。ガイナーレは攻めきれないまま前半終了、0対1で折り返します。後半5分、曽我サイドを変えて田中圭太、正確なクロスがあります。三木ワンタッチ抜けてくる、さあ田中、ゴール前には富樫がいる、富樫、松木だ、正面、松木のヘディング正面でした。セランテスが吠える、松木は頭を抱える、このプレー、田中圭太からのクロス、ドンピシャでした、ただ正面でした。後半21分、加藤哲也から前線、ウェズレー短期です。ウェズレー短期が行く、強いマイボールにした、ビニシウスとウェズレー短期、ビニシウス左足を振った、ビニシウス吠えた、今治0対2、 J2 昇格へ向けてサポーターの前で炸裂、ビニシウス今日2点目。さらにその4分後、高柳の守備、ビニシウス短期落として加藤、加藤純也の恩返し弾、今治0対3。0対3と突き放されたガイナーレ、今治は刻々とその J2 自動昇格へ向けて時間が過ぎていっています。ビニシウス、ビニシウス左足だ、ビニシウスハットトリック、ビニシウスが今日3点取った、エースが決めた、今治歓喜、0対4。なんとか1点を返したいガイナーレは後半43分、もう1回やります、右から持ち上げたい田中圭太です。田中圭太シュート、
弾かれます。8番の田中圭太のシュート、右サイドから展開していきました。サイド攻撃、後半アディショナルタイムに突入。今治は時計の針を刻々とその進むのを待っている。鳥取はなんとかその攻撃一矢報いたい。ボールを奪った、奪っていく、自分で攻めて左足で決めていった。ルーキーの梅木玲、2試合連続ゴール、0対5です。そして FC 今治 J2 昇格、岡田メソッドリスタートから10年、結果を出しました。36節でガイナーレ鳥取を0対5で破りました。自力で J2 昇格を決めてみせました。ガイナーレ鳥取の第36節終了時点での成績は13勝15敗8分け、順位は14位となっています。あったかいメニューも揃っていますよ。絶品のスタジアムグルメをご紹介、スタグル。ガイナーレ鳥取のホームアクシスバードスタジアムのグルメエリア、ジーズデリ。ご飯物からスイーツまで様々なメニューが揃っています。今食べてるのは何？タン焼き、タンの牛丼です。今日どうしてこれを買ったんですか？美味しいから。え、前にも食べたことあるの？うん、何回も食べたことあって好きなメニューです。どういうところが美味しい？タンの肉がタレと染み込んで美味しい。今食べてるのは何ですか？ラーメンです。毎回牛骨ラーメン買ってるの？どういうところが気に入ってるんですか？ラーメンが好きで、ラーメンがあったらスタグルで食べたいな。今食べられてるのは何ですか？炙り、キョロリ炙りチーズドッグ。はい、これは今日買われた理由は何ですか？なんか美味しそうに見えたんで、はい、一回牛骨ラーメン食べて一通り回ってもう一回来て、はい、で2品目ってことですか？そうそうそう、はい、マジで。今飲んでるのは何ですか？あの抹茶ラテです。タピオカ抹茶ラテです。どうですか飲んでみて？はい、美味しいですね。どういうところが美味しい？あのタピオカのあの味と抹茶がちょうどミックス合ってて美味しいですね。そうなんだ。さあ今回はですね、こちら久しぶりに出店しました劉邦にしたいと思います。いや、いろんなね美味しそうな麺料理ありますけれども、定番のあれにしたいと思います。すいません、劉邦ラーメン一つお願いします。はい、うちもありがとうございます。劉邦のラーメンはすっきりとした味わいの塩ラーメン、自家製のチャーシューと味玉、そして貝割れ大根をトッピングして完成です。うん、このね、透き通ったようなこのスープの見た目通りすごくすっきりした味わいなんですけど、その後にね、口いっぱいにこの旨味が広がっていきます。うまい。あのこのチャーシューは結構ね、あのお肉のこの食感をしっかり残してますね。噛むと中からじゅわじゅわっとね、そのタレの味わいとお肉の旨味が広がっていきます。うん、うまいです。 G 魂ファイル、ガイナーレ鳥取の選手の素顔にとことん迫るこのコーナー、今回は田中翔太選手、常安選手、牛田選手です。お願いします。お願いします。今回は大卒ルーキーの3選手に集まっていただきました。年は同い年なんですね。はい。仲いいんですか？
仲いいです。ママっす。あ、ミオとは仲いいんですけど、マヨシだとあんま。ちょっと、バチバチっすね。バチバチ、はい。毎週温泉誘ってきて、めっちゃ俺のこと好きっす。いやでも、じゃあもう言っちゃっていいですか。あのいつも行くって約束するんですけど、いつもなんか40分前ぐらいにごめんやっぱ無理みたいな、すぐバックれるんですよ。皆さんこっちバックれます。行く気にさせておいて。そうなんですよ、いきなりみたいな。それはなん、いやマジでお互い様っす。お互い様。ちょっとこっちの方が、ちょっとこっちの方が多いぐらいです。なんかやばいこいつ。常安選手はどっちが見よう、分かってくれると思います。このまあ仲いいっす、とりあえず。2人ともどっちも嘘ついてない、はい、他お出かけ行ったりとかあるんですか。オフの日は一緒に過ごすとか。最近ダーツをここ3人と、もう一人直人とか、あと進化が混ざって、はい、ダーツ行ってますね。もうダーツもトレーニングかなっていう。あ、そうですか。やっぱ集中力の継続力っていう、もうそういう気持ちが望んでます。たまにアリア君が来てくれて。めちゃくちゃうまいですね。あ、アリア選手うまいんですか、はい、ところで田中選手は料理がマイブームだそうですが、今どんな料理作ってるんですか。もう最近は少し寒くなってきたんで、まあ、簡単に鍋とか、おお、ちゃちゃっと作れるように。一人分の鍋作る。はい、一人分なんです。いっぱい作ったから食べおいでみたいな。あ、それはないっす。、はい、僕結構一人の時間好きなんで。ゲームしてます。ああ、あの常谷選手と牛田選手も得意料理とかって。一応味噌汁っす。味噌汁。味噌汁は一応かつおだしとかから取って、かつお節からお湯沸かして取って、作ってるんで毎回。飲んだことあります。ないです。ない。飲みたいですね。飲みたいですよね。まあ今度家来てくれれば。ここに持ってきてもらってもいいですけどね。楽すんな。牛田選手は普段料理は作るんですか。はい、自炊は結構しますね、うん、親子丼とは結構作るのが多いです。回数で言ったら、親子丼作るんですって。はい、いやもう僕は味噌汁の方が行きたいかなと思います。でもこの前僕あの、まあ、牛田とよくサッカーゲームで戦うんですけど、はい、その戦おうっていう電話かけて、でそれで、まあ、ちょうど親子丼作ってたんですよ、はい、ちょっと自分で味見してうまいわって自分で言ってました。ちょうど親子丼を作ってた時に、はい、そうです。でそれ聞いて、あ、いいな食べたいなとか思わなかったんですか。いや、早く勝負しようよって。サッカーゲームどっちが強いんですか。いや、俺です。お、多分認めてると思う。どうなんですかね、今月は僕が多分上行っちゃうんじゃないかなっていうのはありますけど、どうですか。まあ負けてる人はそういうんじゃないですかね。ちなみにフォワードはお互い誰を選んでるんですか。僕はムバペとハーランドです。おお、結構性格が出ますからね。はい、ハーランドです。自分もムバッペとネイマールです。あ、じゃあ同じフィールドにムバッペ2人いるってこと。あ、そうです。ムバッペ2人います。はい、でも彼もうすごい学課金してて俺に勝ててないんですよ。俺無課金なのに。あ、それもちょっと良くないですよね。課金すると何が違うんですか。なんか強い選手が能力の高い選手が当たるまで課金とかしたりするんですけど、それでも勝てないみたいな。仲の良さが伝わってきますが、同期がたくさんいるのはどんな影響があるのでしょうか。どうですか、この大卒ルーキーで入って同じタイミングで入るってなると心強いじゃないですか。やっぱ同期が多いっていうのは、うん、僕的にはありがたかったですね。いや僕人見知りなんで、やっぱ話し相手になってくれるのはすごい救われてます。なんかこう同期に いて助かったなとか、ありがたい存在だなと思う時ありますか。まあ最初からショートは同じロッカーだったんで、そこで喋ることがあって、それは助かってましたね、うん、牛田選手は何がですか。僕の質問から聞いてなかった。ちょっとこれまずいな。大丈夫か。
本当この同期がいて、あ、救われた時、助かった時、ありがたい存在だなと思った時ってありますか？まあでも、だこんな多いのって珍しいと思うんで、本当にいろんな同期と仲良くなれるっていうかって感じですなんかいいこと言おうとしたけど言えらしいっす大卒ルーキー3人の素顔情報をファイルしました。ここからは私ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えします。 GO! 広報部。ガイナーレ鳥取にまつわる耳寄りな話、意外な話など選手や試合以外の話題もお伝えしていきます。今日の企画はこちら。今日の金沢戦はホーム最終戦。本日は今季ホーム最終戦、鳥取市のアクシスバードスタジアムに杖源金沢を迎えての一戦です。金沢戦は南部町のホームタウンデイ、ホームタウンデイを記念して南部町にお住まいかお勤めの方にはバックスタンドの自由席のチケットを特別優待価格の1000円で販売いたします。お住まいやお勤め先が分かるものをお持ちになって当日券売り場にお越しください。場外では普段のスタジアムグルメに加えてミスタードーナツの販売があるほか、コメダコーヒーのキッチンカーも登場します。ぜひ少し早めにご来場いただきお腹を満たしてください。また11時50分から12時20分まで選手2名が参加するサイン会を実施します。どなたでもご参加いただけますので、この機会に選手のサインをゲットしてください。続いてピッチでは11時45分頃からガイナマンがガイナマン体操を踊ります。大型ビジョンにも映像が出ますので、ぜひご来場の皆さんも一緒に踊ってください。さらにハーフタイムには選手サイン入りポスターが当たるガイナスローを実施します。ぜひピッチにいるガイナマンに向けてたくさんアピールをしてボールをゲットしてください。そして本日の試合は今季のホーム最終戦ということで、試合終了後には選手スタッフからの感謝の気持ちをお伝えするサンクスセレモニーを実施します。セレモニーでは塚野代表取締役社長、林監督、副応援キャプテンより皆様にご挨拶させていただきます。挨拶終了後には選手スタッフが場内を一周しサイン入りボールを投げ入れるほか、各スタンドを背景にそれぞれ撮影を行います。今季このメンバーでホームアクシスバードスタジアムで戦うことができるのは今日が最後となります。ホーム最終戦を勝利で締めくくるべく、ぜひスタジアムでの応援をよろしくお願いします。スタッフ一同ご来場をお待ちしております。以上、ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えしました。ここまではガイナーレ鳥取の話題を中心にお伝えしてきましたが、山陰にはサッカーに情熱を燃やす人たちがまだまだたくさんいらっしゃいますよ。ということでここからは躍動山陰サッカー。8月16日から18日にかけて広島県でハイファ平和記念 2024U12 デンタルサッカーフェスタが開催されました。この大会は全国の子どもたちにフェアプレーの精神を培ってもらうとともに、平和都市広島での交流を通して平和を愛する気持ちを育てることを目的としています。初日には平和学習として選手たちが折り鶴を作ったり、平和記念公園を訪れるなどしました。大会には広島県内の8チームと県外の8チーム、合計16チームが出場。鳥取からも選抜メンバーが参加しました。鳥取ファイオー。試合は8人制、まず4チームずつの予選リーグを行います。鳥取県代表は広島県の南支部、朝北区、そして岡山県代表と戦いました。結果は1勝2敗で3位。この予選リーグの結果で1位から4位のグループに分け決勝リーグを戦うのです。
鳥取県代表は3位グループで、広島県の北支部、中区、東区と戦いました。白のユニフォーム鳥取は初戦北支部と対戦。豪快なシュートを決めるなど6対0で快勝しました。その後も1対0、0対0と負けなしで、3位グループのリーグ戦ではトップの成績。最終順位は16チーム中9位となりました。この大会での優勝は1位グループを2勝1分けで制した大阪府となりました。9月29日 JFAU12 ガールズゲーム2024中国島根県予選が開催されました。この大会は女子選手がプレーできる環境を充実させることを目的としつつ、中国大会に出場する島根県代表を決めるものです。アブレイズ、出雲女子、島根松江ガールズの3チームが総当たりで戦います。第1試合、出雲女子対アブレイズは0対0、第2試合、島根松江ガールズ対出雲女子は1対0。そして第3試合、アブレイズ対島根松江ガールズ。アブレイズが優勝するには勝つしかありません。青のユニフォーム、アブレイズは積極的に攻めていきます。アブレイズが前半に2点を取り、そのまま勝利。1勝1分けの成績で優勝を決め、中国大会へと駒を進めました。率直に嬉しい気持ちはありますですが、今日の試合を通して選手たちの最初の入りは甘かったりとか、試合状況も良くない展開があったりとかして、試合の内容的にはすごい悔しい結果で終わりましたが、選手たちの個人個人の実力とチーム一丸となって戦えたことが、この優勝という結果につながったのかなと思います。みんなで取った、島根県の優勝はすごく嬉しいです。中国大会への抱負を聞かせてください。島根県の他の支部の人たちの分まで優勝して帰りたいと思います。中国大会は12月7日と8日にかけて山口県で開催されます。さて、ここでお知らせです。全日本 U12 サッカー選手権大会島根県大会の決勝が11月24日日曜日、島根県立浜山公園陸上競技場で開催されます。島根県代表が決まる熱い戦いをぜひスタジアムでご覧ください。サッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、キックオフサイン。来週も鳥取、島根のサッカーを全力で盛り上げていきます。お楽しみに。